スキポール空港駅はオランダのハーレ・マーメール市にあるアムステルダムスキポール空港の空港ターミナルビル直下にあるオランダ鉄道の駅。2015年12月12日まで駅名はスキポールであったが国外からの利用者に分かりやすくなるため英語のスキポールエアポートに変更された。駅施設と商業施設をまとめてスキポールプラザと呼ばれることもある。 アムステルダム中央駅方面、ユトレヒト中央駅、アイント方辺方面、アムステルダム南駅、ベースプレリスタット、アペルドールン方面、ライデン中央駅、デンハーグ HS 駅、ロッテルダム中央駅、ブリュッセル空港、ブリュッセル方面、島式3面6線のホームを持つ、地下駅。コンコースや切符売り場は、地上階のターミナルビル内にあり、プラットホームは、地下1階にある。なお、 オランダの他の駅と同じく改札口は存在しない。コンコース国内、国際、高速鉄道のそれぞれで窓口を持つ営業時間、24時間。ただし、高速鉄道窓口のみ6時15分から21時30分紙幣、利用不可、国内線の切符は発券手数料がかからない。スキポール空港駅コンコース及び、空港ターミナルビルの地上階にある、ショッピングセンター。 バーガーキングやアコなどの他の国内駅と同様の店舗と空港利用客をターゲットとした店舗などがある。GWK やアーブンンの両替窓口や ATM は空港ターミナルビル地上外側にある。スキポールセントラムプラザ、NS バス停留所がスキポール空港駅の前に設けられている。なお、アムステルダムのライチェ広場へ向かう370系統や197系統バスの一部は、 途中の停留所で運転が打ち切られる系統もある。また、300系統のバスは、バス専用道路を走る急行路線である。2008年現在、ストリッペンカールトで支払いを行う場合、鉄道より割安にそれぞれの目的地まで乗車できる場合が多い。時刻表検索と乗り継ぎ案内は 9292OV。運賃システムは、 国内交通料金収受システムをそれぞれ参照アムステルダム中央駅とパリ北駅間を走る高速列車タリスは2009年にスキポールとアントウェルペン間に HSLZ と HSL4 などの高速新線が開業し所要時間が短縮されたアムステルダム方面ロッテルダム方面ありがとうございます